アメリカ・テキサス州ヒューストンにある中国総領事館では、アメリカが中国に求めていた閉鎖の期限を迎えました。ヒューストンにある中国総領事館では24日、マスク姿の職員らがトラックに荷物を積み込む姿が見られました。閉鎖期限の日本時間午前6時ごろ、職員らは総領事館から退去したとロイター通信は伝えています。また、アメリカの司法省高官は、総領事館のスパイ活動への関与は許容限度を超えていたと述べ、放置すればアメリカにある他の総領事館などのスパイ活動もさらに活発化する恐れがあるとして閉鎖を正当化しました。一方、蔡英総領事は24日付の書簡で、アメリカによる閉鎖命令は国際法や両国間の領事条約に違反し、意図的に両国関係を損なおうとしていると非難しました。